ローテーションローテーションローテーションプレイ、パープル、デブステ、両弦で、まあ、それぞれ1曲ずつやっていくと、はい、1人目、パープルがソマ、次がズッキー、あ、次が俺、デブステも任されるのかと思った、本当に間違えてで、最後両弦がズッキーを一発撮りでまずやっていくと、カードは僕の前のカード、映したっていい、大丈夫、映した、はい、最初はソーマくん、これね、パープルローズ、パープルローズをね、やってもらいましょう。ソーマくん、何か一言、頑張ります、頑張ります、おお、これで生折りからパープルやったら面白かった、あそれ、そう、カー30未満の部下10未満、お、なんか 俺となんか月と相馬くんの年齢差みたいな、いやそんな違わないですよ、ああ似てない、似てない、ああ、あの年30未満みたいな、やば、なんかあんま緊張してなさそう、そうですね、あれ来るんじゃない、あれ来た、さすが、来ると思ったよ、あ、でも次は俺か、そうです、そうまくん左利きなんで、そう、あのこっちから見るとね、全然叩いてねえじゃんって見えるんですけど、ちゃんと叩いてます、確かに見えない、叩いてるように見えない、左手メインで動いてるんで、あれ、なんかいつの間にか俺たちが喋ってたら間違えた、まあでも、ただ、かなんでね、正直負荷は怖くない、うまい、うまい、カーにドカカカカカドカカドカカドドカカドカドカカドカカニカニ、あ、やぶね、はいはい、今度は連打入んない、すごい、デブステ当分やってない、これも両陣やばい、戦争は残して、なんで残しすぎっすよ、みたいな、安定感ありますね、僕が絶対ね、この年齢だったらもうね、緊張しすぎてね、漏らしてますよ、精度いいね、こっからね、難所なんで、そうですね、そこでね、いかに抑えるかですよ、大丈夫、大丈夫、若いからね、手が動くね、お、13、13、まあ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 、ワンチャンあります、俺がどうなる理論値的にはいけます理論値理論値的にはいけます、いやー、これ難しいんだよさすがの馬さん、顔を押さえていく、4、あれ2でしたね、3だ、3、うまいな、最初3で通す、
先に奪い、ナイス、やべ、一回多重打つか、あー、まあ、しょうがない、マジかよ、やべ、聞こえなくなっちゃう、あ、読んじゃう、うわ、多重マジありえない、やべ、超バクバクだったんだけど、いやさっきちょっとね、肉とかバクバクしてきたのに、もう心臓がバクバクだった、リラックス、暑いよね。でも両弦ね、最後だから緊張するんだよ、俺両弦得意だけど、やっぱ3曲目にね持ってこられるとね、やっぱ緊張するよ、でもドカドカ以外はねあんま出てないんで、すごいいいよ、あれ、人生経験豊富？うまそうな名前だな、大豆だな、さっきだってバクバクだったもん、本当に、もう心臓がもう飛び出ったから、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、飛び出てなかった、本当に？ないよ、そんな新会場次あるかもしれない、なんないもう、負荷がね、自由までいいんで、それちょっとありがたい、そうですね、おー、うまい、負荷の心配はないですね、あ、やばい、なんかプレイが真剣だから、なかなかね、トークがあまり喋れない、また豆腐出てきちゃう、絶対俺この緊張感で寝ぐすで全量とかできないんだよ、安定感やばかった、寝落ちしたけど俺普段寝落ちしないの、寝落ちして最初カーパスで、それでラストまで全量です、
丈夫。まだ3個しか出てないから。いけそうな気がしてきましたねとか言うんですよ。量産中川くん。マジ量産タオ出してる人に量産タオ出してあげていけそうな気がしますねとか言うんですよ。まあでも音場くんも翔さんも今のところめっちゃ安定してるんで、次も間違いないからちょっと心配だな。一回あると怖いですよね。そう怖いもん。ズッキーのドカドカビームみたいになって、ズッキーもさっき怖いって言ったけど、本当ですよね、マジ怖いですよ今。なんかホラーゲームより怖いですよ今。ああちょっとこういう時ちょっと緊張しちゃうと損だな。そうですね。なんだったっけ、手に何か書いて、手に汗握る、手に人って書いてそれを飲む。あとは今やろう。
する。乗ってる場にもうまい。せめてね、ツッキーにね、なるべく少ない状態で渡したいんだよな。そう、最後緊張するのは分かってるから。おお、まあまあ全然いい。よかった。今全量みたいなもんだ。そうです。おお、まあまあ。これ逆にさ、めっちゃ良かったら俺めっちゃ緊張するんだけど。良かった状態を今度はでも行かないっていうプレッシャーが生まれる。そうそうそう、やばい、手術と間違いないよね。伊藤さんがこのプレッシャーに落ち着かって、そっちに来たのプレッシャーがこの倍になってくる。確かに。やばい、手汗がやばいね。やばい、やばい、緊張する。俺の方が緊張する。緊張に弱すぎる。あ、でもそこそこ残したんで、うん、達成感はちょっと悔しいけど。やべやべやべ。超緊張する。
ぱ俺とスキーは緊張に弱いですね。俺が好き。